ボンジュー、めぐぐです。今日は柔道着姿見てみたいよっていうコメントいただいたので、じゃじゃーん、初めて柔道着で登場してみました。せっかくなので今日は柔道の話題お話ししたいと思います。パリ生活で柔道をやっていてよかったこと、ありがとう柔道特権。わー、そもそもなぜ私が柔道をやっているか、柔道を始めたきっかけと、なぜ今フランスパリで柔道を教えているかについてちょっとだけお話ししたいと思います。実は私の日本のお家、実家は柔道場で、おじいちゃんの代から代々続く柔道一家です。なので私は生まれて物心ついた時からお家の道場で練習をしている生徒の人とか選手の人たちをこうやって眺めてみていて、かっこいいなって憧れて、3歳の時から柔道を始めました。それからもうずっと柔道を続けているので、私の人生には柔道はなくてはならないもので、柔道あってこその私といった感じです。なのでフランスに行こうって決めた時にも、私の中では柔道はやることを前提で、フランスでも柔道はとても有名で人気なスポーツっていうことを知っていたので、柔道を通してテクニックとかだけではなくて、文化の違いとか、あと和の心とか伝えられたらいいなとか、あとは魅力でも柔道を通してフランスと日本の架け橋みたいになれたら嬉しいなっていう思いでフランスに来ました。そして今はパリの道場でフランス人の生徒たち30人から50人くらいに柔道を教えています。実際にフランスで柔道を教えてみたら、日本でもうちの道場で教えていたのですが、日本の教えるっていうこととまた根本的にちょっと違って、日々驚きの連続です。例えばフランスの子供の予想をはるかに超える自由奔放さ、マイペースさとか、あとサイズの違い、これもびっくりしたのですが、小学生でも80キロくらいある子がいたりとか、中学生にもなれば男の子とか180センチくらいの子とかもいたりして、私が小さいので組んで教えていても私の方が振り回されちゃったりとか、そういう大変なこともいろいろとあるのですが、柔道をやっているからこそ今の私のパリ生活とっても充実しています。そんな私の人生から切っても切り離せない柔道なのですが、パリで生活をしていると柔道をやってるからこそ得していることっていうのがあるので、今日はその中でも特に、柔道をやっていてよかったなと思う柔道特権をいくつかご紹介したいと思います。一つ目は、自分の身を自分で守れる護身術になることです。これは日本に住んでいた時には、日本って本当に世界一だなって思うくらい安全なので、あまり実感したことなかったのですが、パリに住んでみたら思っていた以上に自分の身の危険を感じることっていうのが多いです。なのでそういう時に自分の身を守れる技術を持っているっていうのはとても心強くて大きいことだと感じています。これは実際に体験したこともあって、あの時は自分の身を守ったというより私物を守ったのですが、もう2年くらい前かな、パリのボージュ広場っていう公園をリュックサックを背負ってお散歩をしていました。ルンルンルンって歩いていたら、いきなりスッと軽くなった感じがして、うんと思って後ろを確認したら、チャックが開けられていました。そう、スリに遭ってしまいました。慌てて後ろを振り返ったら、ちょっと怪しそうな20代くらいの黒いダウンを着た男の人が歩いていくのが見えたので、この人かなと思って走って追いかけていって、バッと振り向かせたら、私のリュックに入っていたポーチをこうやって2つ抱えていました。それを見た瞬間に、柔道で鍛えた瞬発力が働いたのか、彼の襟をぐっと掴んで捕まえました。返してよって言ったのですが、よくわからないわけで、2個しか取ってないしいいじゃんって言われて逃げられそうになったのですが、そこでも逃がさずに柔道の時のように手首を使ってぐっと襟を引き上げたら、それまで戦闘態勢だった彼が何かを悟ったのか、いきなり両手を上げて、ごめんなさいごめんなさいって言い出して、無事に戦わずして2つポーチを取り戻すことができました。その時にもやっぱりスリは現行犯でしか捕まえることができないので、あの時にとっさに捕まえられて逃がさずに持っていられたのは柔道で鍛えていたおかげかなって思いました。そうでなくても、そういうアクシデントがなくても、パリは基本的にとっても危ないので、一人で歩いている時には常に警戒をしているし、ちょっと怖いし、普通に道を歩いていてもドラッグとかをやっていて目がいっちゃっているような人とかにもよく話しかけられたりもするので、もちろん逃げることが最優先ですが、
本当にどうにもならなくなってしまった時に自分の身を守れる技術を持っているっていうのはとても心強いし大きいことだと思います。2つ目は相手にリスペクトをしてもらえることです。これは本当に思いもよらない特権だったのですが、フランス人って初めて会った人とする会話の中で名前何とかいう会話の中で必ずあなたはあなたの人生で何をしているのっていう質問をされます。その時に私は柔道の先生でパリで柔道を教えているよって伝えると、柔道って聞いた瞬間に相手がちょっとリスペクトをしてくれます。なぜかわからないのですが、こう両手を合わせてお辞儀されたりして何かを勘違いしているのですが、柔道って聞くと清く正しく強い人間みたいな印象を持ってもらうことができるようです。やっぱり外国だとフランスででもですが、アジア人差別があったりとか、私ちょっと見た目が子供っぽく見られたりすることもあるので、下に見られるわけじゃないけどそういうこともあるので、柔道って伝えることでちょっとでもリスペクトをしてもらえるっていうのはとても大きい特権に感じています。あとはフランスでは個性っていうものがとても重要視されていて、個性のない人、みんなと同じみたいな感じだと全く興味すら持ってもらえなかったり、本当に笑っちゃうくらい空気のように扱われたりとかで、よくパリに長く住んでいる日本人はちょっと個性的で気が強くて鼻が高いとか言われたりもするのですが、本当にそれくらいじゃないと存在すら消えてしまうようなところなのですが、やっぱり日本人って基本的に謙虚なので、いきなりフランス人みたいに自分すごいでしょ、かっこいいでしょみたいにアピールするのは難しいので、そんな中で柔道やってますって伝えることで相手にインパクトを与えられて印象にも残れて、プラスちょっとでもリスペクトをしてもらえるっていうのはフランス・パリで生きていく上ではかなりの特権に感じています。3つ目は2つ目にちょっと似ているのですが、下心を持ってナンパしてくる人、必ずあなたはあなたの人生で何をしているのっていう質問をされます。その時にも私は柔道の先生で黒帯だよって伝えると、ああじゃあ君には変なことはできないねみたいな感じで自動的にエアーバリアが張られるというか、相手が一歩置いてくれます。日本人の女の子ってよく外国ですごくモテるとか言われたりするのですが、実はフランスでも日本人の女の子は推しに弱くてある意味簡単っていうイメージを持たれていたりもするので、そういう時に柔道をやってるよって伝えることで、ちょっと強い女の子、あまり簡単には手が出せない女の子みたいに思ってもらったり扱ってもらえるっていうのは、女の子の私にとっては一つの特権になっているんじゃないかなって思います。もちろん変なことされれば容赦なく締め渡します。4つ目はかなり実用的、リアルに命拾いした経験です。パリの道って日本の道のように平らではなくて石畳が多かったりとか、なぜかいきなり道に穴が開いてたり、鉄パイプが飛び出てたり、信号が横たわってたり、なぜかわからないけど道が油まみれになってたりと、とってもサバイバル感ある道が登場します。パリに長く住んでいたら一回は転んで大怪我したなんていう人も少なくないと思うのですが、私も今まで3回思いっきり転んで柔道のおかげで命拾いしたっていう経験があります。1回目はお友達のホームパーティーの帰り道、その時12センチくらいのヒールを履いていたのですが、夜道をお友達とおしゃべりしながらハハハハハって歩いていたら、パリの石畳のちっちゃい隙間につまずいて転んでしまって、顔から思いっきりパターンって転びました。その時に無意識にパターンって前受け身を取ってスッて立ち上がって歩き出して、それを見ていたお友達が本当に派手に転んだのでびっくりしたのですが、その時に無意識に前受け身を取れたことで顔から落ちたにもかかわらず、お顔も一切無傷で転ぶことができました。2回目はエッフェル塔のイルミネーションが綺麗に見える夜道を全速力で走り抜けていました。エッフェル塔この辺りに見えていたのですが、エッフェル塔って1時間に1回シャンパンフラッシュって言ってキラキラーってライトアップするのですが、その時もこの辺でキラキラーってなって、一瞬それにふっと気を取られた瞬間にまた石畳の隙間につまずいてしまって、今度はポーンってダイブしてコロコロコロストーンって前方回転受け身を取りました。後ろを振り返ったら2メートルから3メートルくらいは飛んでいたので、その時も無意識に受け身が取れたおかげで、こんなに派手に転んでもやっぱり無傷で転ぶことができました。
3回目はこれは本当にリアルに命拾いした経験です。ある朝バイクの2人乗りをしていました。私は後ろに乗っていたのですが、いつもの道をブーンと走っていたら、なぜか道が油まみれになっていたようで、目の前を走っていた自転車とか車がツルツルって滑ったと思ったら、私が乗っていたバイクもステンって転んで、そのままスーって滑りました。その時も無意識にバーンって横受け身を取って、結果無事に無傷で生還したのですが、後で見てみたら履いていたジーンズとか靴にも思いっきり穴が開いていて、ヘルメットも壊れていたので、あの時も本当に無意識に受け身が取れたおかげでリアルに命拾いした経験だなって思います。こんなに転ぶ人も珍しいかもしれませんが、確実に日本の道よりはパリの道はかなり危険なので、よく転んでしまう私にとっては無意識に受け身が取れるっていうのは大きな特権になっていると思います。最後5つ目は、良かったなぁと思うことの中でも本当に一番良かったなぁと思うことです。外国で生活し始めた時の一番最初の大きなハードル、大変なことの一つにお仕事探しがあります。フランスはやっぱり英語ではなくてフランス語なので、言葉の壁も大きくて、私もフランスに来たばかりの時には本当にメルシーとボンジューしか言えないぐらいで来たのですが、言葉が喋れないと日本語の通じる日本食レストランとかで働くことになって、いきなりフランス人に混ざって一緒に働くっていうのはとてもハードルの高いことで、本当に難しいことです。そんなほとんど喋れなかった私が柔道のおかげでいきなりフランス人と混ざって柔道を教えることができるようになったのですが、今の道場をどうやって探したかっていうと、これよく聞かれる質問なのですが、まず携帯電話を出して Google マップを開いて、ローマ字で柔道検索ピッ、お家のすぐ近くにあった道場に何も考えずにスタスタスタって歩いていって、今考えると道場破りみたいな感じなのですが、コンコンって入っていったら、ちょうどその時に子供のクラスの指導をしていました。そこで教えていた先生に、私は日本人で今パリに住んでいて、日本ではこれくらい柔道を教えていました、よかったらここで一緒に柔道を教えさせていただけませんかってお話をしたら、3秒くらい考えたかな、でグッドアイデアだね、日本人が柔道を教えてくれるなんて最高じゃんって言って、本当に心よくすんなりと受け入れてくれて、その場でお名前とか電話番号アドレスを書いた紙を渡してくれて、来週のこの曜日も練習をやっているから好きな時から教えに来てくださいって言われて、本当にこれは奇跡的に本当にすんなりとびっくりするぐらい早くフランス人と混ざって働ける職場というか道場を見つけることができました。これは私が日本人だったからっていうのもとても大きいと思っていて、外国人で柔道をやっている人にとっては日本人の本場の柔道家っていうのは私が思っていた以上にとても貴重で大きな存在のようです。そして外国で柔道をやっている人っていうのは基本的に日本人のことも大好きだし、もちろん日本のことも大好きで、日本の文化自体も尊敬尊重しているので、いきなり普通は外国人が来て仲間に入れてよって言っても警戒されちゃうと思うのですが、これは私が日本人で柔道家だったからこそこんなにすんなりと心よく受け入れてもらえたんじゃないかなって思っています。そして実際に教え始めてみてからも柔道で良かったなって思うことがあって、柔道は日本のスポーツなので基本的に練習中に使う言葉、待て一本レイとか技の名前とかも全部日本語です。なので一からフランス語じゃないっていうだけでも、フランスに限らず外国でスポーツを教えるっていうことにあたっては日本語が使えるっていうのはとても大きな特権なんじゃないかなって思います。もちろん練習中に子供とお話しするときとかは全てフランス語なのですが、これも私にとっては良かったなと思うことの一つで、いつも子供とフランス語で会話ができることで私の勉強にもなっていて、学校に行かずしてフランス語が学べているというか、そのおかげで私のフランス語ちょっと子供っぽいって言われたりするのですが、やっぱり外国で生きていくときには何よりも喋れることが大切と思っているので、これも私にとってはこの環境も一つの大きな特権に感じています。そして最初にお話しした私がフランスに来ようと思った時の目標の一つの
柔道を通してフランスと日本の架け橋みたいになれたらいいなっていう願いも思わぬ形で叶えることができました。これは本当にいろいろな人に感謝でいっぱいで、この場を借りてありがとうって伝えたいのですが、私はブログも書いていて、それを見てくれた日本の柔道家の人たち、部活柔道の先生とか道場の先生たち、いろいろな人がメッセージをくれて、今私が教えているパリの道場に生徒さんとか学生の子たちを連れてはるばる来てくれて、柔道を通した国際交流っていうのをたくさんすることができました。これを心よく受け入れてくれた道場のフランス人たちにも本当に感謝しているし、コンタクトをしてくれてつながりを作ってくれた先生たちとか、はるばるフランスまで来てくれた生徒の子とか学生の人たちにも本当に感謝をしています。ありがとう。そしてもう一つ、これも本当に思いもよらなかったとっても貴重な経験なのですが、もう3年くらい前になっちゃうのかな、まだコロナウイルスっていう言葉もなかった時に、日本とフランス、東京とパリかな、オリンピックイベントっていうのがありました。その時には東京都の小池都知事さんとかも来ていたのですが、内容は日本の元柔道のオリンピック選手メダリストの人たちをパリに招いて、フランスで柔道をやっている子どもたちに柔道を指導するっていうイベントだったのですが、なんとそこで私が通訳受け、その元オリンピック選手の人のを受け、相手をさせてもらうっていうお仕事をすることもできました。これ本当に思ってもいなかった貴重な体験で、その時に繋がった元オリンピック選手のことも今コンタクトを取っていて、お友達にもなれて、こういう思いもよらないつながりができたりとか、こんなに貴重な経験ができたのもフランスに来てからも柔道を続けていたおかげだなって思っています。あともう一つ、私がフランスに来てから絶対にやりたいなと思っていたことの一つの、フランス人の柔道家の人たちと一緒に日本に行って旅行しながら本場の日本で柔道をするっていう願いも叶えることができました。これもまだフランスと日本を自由に旅行できていた頃なのですが、今も一緒に柔道をやっている柔道仲間、フランス人たち9人くらいかなと一緒に日本に旅行に行って、日本旅行をしながらお家の道場を案内したりとか、あと本場の講道館に行ったり、あと部活動、フランスには部活っていう文化がないので、本当に日本らしいものなので、柔道部っていうものに混ざって一緒に柔道したりとか、とっても楽しい柔道旅行っていうのもできました。これも未だに私フランス語全然完璧じゃないのですが、そんな私がフランス人たちに混ざって一緒に楽しい旅行までできたっていうのは、やっぱり柔道を通してだったからこそ、すんなりとあの時に言葉の壁も越えて仲良くなれたおかげだなって思っています。今はまだフランスは3回目のロックダウン中で、柔道は野内スポーツで接触スポーツなので、まだいつ再開できるかも全然わかりませんが、また再開できた時に子どもたちと一緒に柔道できることがとっても楽しみです。そしてオリンピックもまだまだどうなってしまうかわかりませんが、東京でできた後にはもしかしたらパリかもしれないので、そのどこかでまた魅力でもフランスと日本の架け橋みたいになれたら嬉しいなって思っています。今日はパリ生活で柔道をやっていてよかったこと、柔道特権お話ししました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもフランス情報やパリの様子などお伝えしていけたらと思うので、ぜひチャンネル登録とライクボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。